いや、着きました。タイ古式カフェです。楽しみですね。こう行きたかったんですよ、僕ずっと。地元のおじさんたちがね、もう多分なんかこう、ちょっとほら、かき放してたりとか、多分そんな感じのノリで、朝ごはん食べるところ。行きたかったとこ来ましたよ。こういうのいいよね、ローカルで、ね、すごくいい。このまた甘いアイスコーヒーとね、今値段聞いたんですけど、卵が20バーツだから、まあ、60〜70円、これも60円、これが90円かな。か全部で、30、50、70、70、200円とか250円かな、ね。コーヒー甘いですかね。うん、あ、おいしい、おいしい。そんなにもう氷吹っ溶けて、そうでもないですね。いいですね。で、パン炭火で焼いてます、炭火で。炭火で焼いてるプレーがありましたね、ここはさん。細い路地で、うん、ちょっと作ってるとこ見ちゃったんでね、あんまり見なければもうちょっとね、どういう作り方、うん、なんかもうシュガーラスクみたいな、砂糖ちょっとついてて、美味しいですね。うまい、うん、まあ、うまいですよ、ね、ちょっと甘い。どうするんですか、飲むの。あ、これはね、パンにつけるとかじゃなくて、やっぱ飲むんですか。飲むんですよ、なんか卵を、うん、なんか僕がいつも家で食べてるのも変わんないですね。ああ俺今裏にオスさんたちが、じゃあちょっとね、食べ方、お塩食べよう。おい、入れすぎた。塩、醤油。これはね、ナンプラーじゃないんですよ、タイの醤油。
これ見えるこれなんかいいかもしれないね。どうやって作ってんだろうこれ。ゴーズドエッグみたいな。うん、いいかもしれないね。朝こうやって油も入ってないし。おほほほ。こうやってシンガポールとかでもよくね、アパートの下にこうやって国家センターってね、食べるとこあるんですけど、古びた町の中にある町の喫茶店みたいな、まあ日本でいうと純喫茶みたいな、こんな感じでなんか地元の人でこう賑わってて楽しいですよね。なんかね、なんか話し込んでますよ、話し込んでます。やっぱ旅はね、こういうローカルなね、どこに来るのはね、まあ、面白いですね。引退した人は、うん、今平日だから。そうか、今ね、平日の朝なんですよ。だ多分もう引退されてる人たちがね、もう集って、昨日、今日どうだったみたいな、特に何もないとは思うんですけど、話してるんですよね。さっきなんか、持ち物ね、自分たちを自慢し合ってました。俺なんか俺だぞみたいな。どんどん増えてきましたね。喫茶店だね、本当に。みんなコーヒーしか飲んない。じゃあやっぱり話に来てるさ、みんなね。ほら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 。すごい、どんどん増えてきた。あ、チャーハンもすごい。うわ、あっという間に混んじゃう。さあ、ごちそうさまでした。じゃあ、次のですね、次はラーメンの方に行きたいと思います。いやーすごい、もうみんなね、にぎわってきましたよ。おお、警官の人が見てますね。やっぱり怖い。おお、怖い。もう拳銃ぶっ刺しちゃう。いやーこれすごい地元の喫茶店でした。チャイナタウンにありますからね、ぜひ来てください。いや、グッドトゥルタイセンター。タイセンター。Thank you. Have you been? No. You are talking for... うわ、ちょっと僕が好きそうな蒸しスープ。うわー、美味しそうですね。ここ美味しそう。